ンです。あちゃんです。あゆみんです。わいわいわいチームわい、うん、イエーイ。今日はとっても夏らしい企画をやっていきます。いろんなフルーツでかき氷。イエーイ。キャッカー。いいの？こちら普通の氷以外にもフルーツをねそのままかき氷にできちゃうというかき氷機なんです。すごい的な夢のよう。ここにすごい書いてあるけどかき氷入れてフルーツもそのまま削れる。すごい。これを使って今日は8種類のフルーツたちをすごいで買ってきました。すごい数やで。これでかき氷作ったらどれが一番美味しいのかな、確かにランキングつけていきたいなと思います。イエーイ。予想はどれが一番だと思う？バナナ。高いやつが絶対美味しいと思うわ。無難だけどパインか。私もパインかなって思ったな。相性いいよね。うん、やっぱ甘いやつが美味しいと思う。桃は桃。うわ、もう間違いない。もう大好きよ、桃。かき氷とか桃味よくあるもんな。もうここすごいことになってる。なんか色やばいよな。この世界すごいよね。ミイラみたい、バナナ。終わってしまった世界。初めて見た。そのままで冷凍庫にぶち込んで冷凍しちゃったので。いや、そうなる。やばいってしまいました。香り種とかもね。あ、確かに。ちょっとラインナップ紹介しようか。まずはバナナ、桃、パイナップル、これリンゴね、うん、で、マスカット、メロン、スイカ、トマト。トマティ。トマトか。トマティ。トマト。でもなんかご飯系になりそうじゃない？シャリシャリっとしたさ。確かに。そういう料理あるもんね。あ、そんな、いいフレンチとかで。そうええやん。いきたいいきたい。じゃあ、でこっか早速。わーい。イエーイ。チームワイ。え、どれからやる？無難そうなやつからやろう。パイン。パイン行こうか。間違いなさそうやもん。冷凍フルーツを削る場合、はい、氷ケースにインナーリングをセットし、インナーリング、市販で売られている冷凍フルーツを氷ケースに入れる。待って、難しい。インナーリン グか。氷ケースにインナーリングを、あ、入ってないで超えちゃうかな。で、フルーツ入れる。冷凍フルーツは市販で売られている一口大サイズを削る。これやな。で、ちょ、頑張りましょう。あ、いい柔らかさになってる。冷凍フルーツは少ない量で使用しない。スパイクが空回りして削れない場合があるので、そこそこ入れてください。そこそこ、そこそこって書いてる。スパイクベースを本体取り付ける。スパイクベースで氷または冷凍フルーツを押さえつけるように本体をスタンドに取り付ける。野球選手みたい。あ、それ確かスパイクみたいや。これでスパイク系。そこってなんの？どんなもん？どんなもん？スパイクベースを氷または冷凍フルーツに食い込ませる感覚で取り付けてください。じゃあこんなもんちゃう？こんなもん？そしたらコンセント、トレーンに調理物を受ける器を用意する。スイッチを押して調理を開始する。あっ！いくで！いっていい？こんないいとこ、いいよ。ワン！リンゴ。リンゴちゃん。あ、もう絶対美味しいやん。思ったリンゴって、でもさ、リンゴ味のアイスとかやってない？あんまりないかも。シャーベットとかやったらまあ。いいよ。いけ、あずちゃん。おー。うま。プロよ。いきますよ。うん。あ、わー。ちょっと。今度こそ。ええやん、それや。絶対それ。すごいわ。あー。これ一玉？うん、ちっちゃいやつ一玉。これめっちゃ美味しい。なんか、おー。見た目なんか、ジャガイモに見えてきたわ。ポテトチップスみたい、うん、ポテトちゃう、これポテト説。うん、第二走者のリンゴちゃんです。いただきます。いただきます。いただきます。ん、あれ、うん、これはな、すりおろしリンゴやでも冷たいすりおろしリンゴだわ、うん、食べたことなんかあるな、うん、あるあるある。懐かしい。子供の時に風邪ひいた時にお母さんがおろしてくれたやつ、うん、美味しい。美味しいな、うん、めっちゃ美味しい。ねえねえ、練乳あるんだけどさ、練乳との組み合わせどうかな。いく？え？いや、今だかつてリンゴと練乳をさ、なかなか合わせたことがないじゃない。いや、ちょっとタイミングは見てたけど、うん、リン
いてくれるの、ニコル。いや、行くよ、うちらを代表して。ポテトにマヨネーズしか見えないんだけどな。まずいことはないよ、これは。うん、なくはないって美味しいな、なんか、うん、すごい健康的、さっぱりしてるよ、うん、ダイエット食品みたいな。うん、確かに。ちょっとこう、心が潤うダイエット食品みたいな。美味しい。ダイエット中に最適。うん、うん、確かに。チーム Y 第3章、メロンの章。これ、ミコロンがお家から持ってきたんだよね。そうそうそう。メロン期待大やけどな。なあ、メロン普段あんま食べへんから。確かに、お家じゃなかなかないよね。かき氷となるとさらに予想つかへんけど、これめっちゃいい音やねんけど。確かに、そう、冷静もあるやな。ちょっと待っちゃうな。撮ったやろ。そうそう、行った一級。一級すごいやん。もう次ダンやん。凍ってるもの切る音いいね。金具の音好きやねん。金具、金具、金属っぽい音。うん、こんなもんか。こんなもんかも。はいはいはい、スパイディします。アスちゃんはもう溜め込みのプロ。ええ結構今回きつい。結構今回ギリです。プロを思ってしてもちょっと取る。石詰まってる。待って、ちょっと待って、ちょっと、ここで壊れたらね、無理せんと。そこ倒れやな。あ、きた。いっちゃいなよ。え、いいの、いくよ。お、あ、いや、いい勢い、すごい。わ、奥も結構出てますね。あー、入れたんだよ。メロン来てます。メロンいただきます。いただきます。うん、おいしい。え、メロンってこんな冷えてたらこんな美味しいんや。美味しい。かき氷に合う。ちょっと練乳してみる。いいかも。メロンミルクとかな。うん、おいしいよ。練乳存在感が圧倒的やねんな。あれ、練乳になっちゃう。練乳になっちゃうから、練乳の美味しさ楽しんじゃったかもしれへん。なんだかんださ、うん、シロップとかも強いからね、うん、この子に合うのはイチゴしかいないから。そうかも。やっぱ素材の味だからさ。今日は残念ながらね、イチゴ選手はいないんですけど。そうなんですよ。どう、今のところ。意外とリンゴかもしれない。メロンや。わかる、私もリンゴかも。意外とさ、パイナップルがさ、下なんだよね。そうよ、結構いい感じやった。なんかもうちょっと甘さ来てほしい。来るかなと思ったら、めっちゃ甘いと思った。疲れてんじゃん。おかしい、私が甘さ感じるって。他はちょっと暗い。まだまだあるからさ、どんどんいかな。声優三姉妹、チーム Y。 では、第4走者、シャインマスカット。マスカット2。え、シャイン、シャインが高いと気がする。シャイン、みんな大好きよ。みんな大好きよね。差し入れとかあったら一発でなくなるシャインマスカット。これ、まあ、皮もいけますし、種もないんで、ガンガンちょっとさ、もうガンガンいっちゃいます。スポーツいきましょう。どんどん、じゃんじゃん、じゃんじゃん、どんどん、じゃじゃーん、じゃじゃーん。綺麗綺麗、めちゃくちゃ綺麗。はい、じゃあシャインマスカットいきます。はい、え、お、いや、ちょっとなんか、ちょっと待って、ちょっと待って、今なんか、いや、ちょっとやばそうやった。ジュース、ここに来て、駅に来た。あ、ジュース説ある。あ、でも、まだ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 、カチコチなんだよ、これ、実は。すっごいちっちゃいからさ、ギュッてなってジュースになっちゃう。うん、そうかも。ギュッてなってジュースになっちゃう。はい、あ、いいよ。皮、皮の存在感、終わった。来た。上の方シャリシャリよ。いいんじゃない。しかも初めての皮もんやからさ、なんかちょっと匂いは臭みたいな。臭臭臭臭臭臭臭。あー、でもマスカットの炎上は、うん、見た目な、完全キュウリやねん。いや、そう、そう。いただきます。いただきます。あー、酸っぱいな。これちょっとでもシャインマスカットのポテンシャルを潰してる気がする。 100% 中 5% ぐらいしか発揮できない。普通に食べた方が、うん、逆回りで。シャインマスカット威力強いからこうなるのね。氷向きじゃないんや、楽しい。本物の氷マスカットいってみます。あー、なんだろうね。凍らせちゃダメだ。なんか悪いところが出てる。凍らせたのを丸々いくんやったら、うん、この状態にした方が美味しい。美味しい、うんうんうん、こっちの方が美味しい、うん、死滅してみたんかな。旨味が消えてったのかもな。どう考えるとやっぱさっきのメロンすごかったな。シャインマスカットってさ、バクバクいけるやん。バクバクいけるってことは結構さっぱりしてるってわけやんか。コーラスカットじゃん、甘みがどっかいって。でも美味しいよ。食感としては私結構好きやん。やっぱ皮とかの部分は、うん、そうだね、そうやな、しっかりしてる。あと何、バナナと桃とトマト。スイカや。スイカ、次スイカいって。スイカいこう、夏だもん。チーム Y。 種食べる派？食べないけど。あ、スイカ食べる。スイカ食べれへんねん。え、
でも今日は食べさせてもらう。まあかき氷やとまたちゃうかもしれへんし、うん、絶対無理っていうわけじゃないからいけると思う。あえて食べへんぐらいな感じ。あ、そう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 、だからそんな経験は浅いけど、はい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 、今日は感じてみたいと思います。種金製品派ってなんなん、まあ、スイカの文化あんまりさ知らない、まあ、なんかまあ最悪飲んでもええかな、いいかな。あ、そんなスイカ信用してんねん な、 なんか種取り出したらほんま気にないから。あ、そうなのね。ある程度のもうやばいやつはもういっちゃうね。はい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 、なるほどね。バナナの皮とかみかんの皮むくかむかんかみたいな、なんか繊維とかのやつ。そうそうそう、繊維のやつ。おいしいわよスイカはね、むくみにいいんだよ。そうそうそう、スイカいきます。あい、おお、かっこいい。終わった。おっと、早っ、出てきたそのまま。では、スイカいただきます。おおおいしい。おいしい。シャリシャリしてる。なんかさ、こんなんない。氷向きや。スイカバーあるの。スイカバー、確かスイカバーもこんな味。やっぱ旬のものって違うな。これちょっと、今までのナンバーワンだったかもしれない。確かに、ナンバーワンかもしれない、うん、ね。もうクライマックスくらいな感じね。え、でもまだまだ私たちの期待値の高いバナナもあるよ。桃もあるから。チームナイ第6投手。もうそんな来た。じゃあどう6か6バナナ。いよいよバナナか。大本命冷凍バナナで何体予想してた。冷凍バナナ食べたことないんだけど。1個あげる。おいしい。これそのまま食べるってこと。これ切って硬そう。皮を剥いてから冷凍して。なるほどね。頑張れ頑張って。食べてみやれ。美味しいよ、すっごい好きやもん。いただきます。うん、思ったより硬くない。でも美味しい。質量がすごい上がった気がする。なんていうの、ギュッとギュッとなってる気がする。トロトロトロ甘っていうか美味しい。おうおう、トロ甘、もちもちしてる。あれ、みんなの知ってる冷凍バナナとちゃう。カチ山じゃない。カチカチ山。カチカチ山。カチカチ山。もちもちやったけど溶けてる説あるな。もちもちぐらいがさ、ふわとろにはちょっといや、いいと思う、うん、実はめっちゃ冷たい。すげーバナナの皮なんか包丁でも。本当だよね。間違いないで。ちょっとママね、バナナのように長い何かが青いやつとしてた。あー、バスなかった。あ、でもさそういうなんかそういうのなくない。アイス売りシャーベットやったとしたら今まで。じゃあ7個目チーム Y。 第7走者桃です。桃ちゃん、みんな大好き桃。これはまあ正直間違いないんじゃないかなって、どう調理していくんですか先生。困った困ったね。困った困った。おお、硬そう。お尻が割れちゃうよ。割れちゃうね。プロも切ってるだけの動画欲しいもん。嬉しいもんな。なんかミコロンが物切ってると、うん、そうリンゴみたいな感じ？それともアボカドみたいな？ああ、アボカド系かな。冷たそう。確かに冷てぇ。どこでも行ったらいけんそうじゃない？硬い硬い硬い。種ごといったらどう？ガンガンガンって。種貫通みたいな。種貫通やばい。冷凍したものはどうやったら剥がれるのか、うん、ちょっとググってみて。出るよ。あ、剥いちゃえばいいのか。そもそも、うわ難しそう。こうだ。ゴリゴリ。はい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 、もうこうですわ。じゃあもう皮むくわ。よし。おー、あーやい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 や。もうそれが正解よ。いいかな。オッケー。もしかしたらこうかもしれない。どうだい。どう。うん。うん。え、おやちゃん、え、ちょっと、あ、アイミンに言っとく。いや、じゃあ、桃いきまーす。おー、ちょっと、いい匂い。めっちゃいい匂いする。なんか見た目、可愛くない？ちょっとピンクの、うん、
ちゃめちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。可愛さランキングだったら1位。白ピンクで可愛いね。絶対美味しいと思う。でも、でも食べたところいけなかったかもしれない。やっぱあの感じいけなかったよ。そうだよな。外側の方がさ、柔らかくて美味しくない。ちょっと芯の方食べちゃったかもしれない。なるほど。ほな、いただきます。うん、そう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 、もうちょっといけそう。本物のさ、やっぱ良さってさ、あの柔らかいジュワッとした感じやん。それがやっぱりなくなってもってるから。マスカットパターンね。やっぱジューシー系や。ジューシー系が軒並みやられてる。美味しいけど、そう美味しいねんけどな。全然全然もっと欲しくなっちゃう。これボムですって言われたら、ほんまですかって言うかもしれない。なんか安い何か別のもの代用してませんかみたいな。私たちの知ってるものではない。こんなに苦労したのに。それもまだ研究やな。よし、最後行こう。行こう。よし、チームワイ。いよいよ満を持して登場しました。夏野菜といえばこれ、トマト。トメイジョ。めっちゃ可愛いわ。なんか可愛いね。ハービーみたいサイズだよね。可愛い。え、これ私ちょっと期待してんねん。意外と。はい。おお。勢いあるよ。すごいやけどよ。え、どうですか。今まで一番のキゴリっぽい。ミコロンのさ、醤油じゃない。え、でも確かになんか塩とかさ、はい、言うやん。でもね、私砂糖で食べるのが好きなトマト。え、待って、うん、知らんねんけど。そういうのあるよな。スイカは塩で、トマトは砂糖みたいな。なんかね、北の方はね、砂糖かけて食べるのよ。そうない？へぇ、美味しいんか。めっちゃ美味しい。便利もワンチャンあると思うんだよね。いや、それでも見越えないな。いきなり。でも香り、香りは良くないって。トマトやね。香りはすっごいトマト。すごい、ただのトマト。トマト以上以下で。そらそら、トマトのすりおしただけやもん。いただきまーす。お？あー。美味しくない？あれ？美味しいよ。あれ、トマトジュースとか好き？好き。あー、だからだ。冷やしトマトとか好きよ。結構。冷やしトマトじゃない？なんなんだけどさ。冷やしトマトは好きよ。大好き。だけど、噛んだ時に。感じとか考えて、やっぱトマトの良さをすべて潰してる。砂糖はかけたら絶対いけると思うんです。いっとく？砂糖今日ないで。あ、塩だけ。練乳？うちらは止めないよ。ミコイが例えトマトに練乳をかけたコロの醤油かけたいよ。おいよ。ミコイのミコイの醤油。色味は可愛いよね。少ない。待って、見て。やだよ。こっちの方が美味しい。美味しい。ちょっと待って、優勝しちゃったな。こんなのだって。料理屋さんで出てくるやつやん。え、何やねん。何やの、なんか言え。どっち？これ知ってると思ってんの。いや、やっこや。醤油や。てか、この醤油美味しいな。でしょ。お醤油が買ってしまった。メロンの時と一緒やな。メロンの練乳と一緒やな。やっぱ練乳も強いし、メロンも強い。いただきます。なんもない方が美味しい。練乳いっといたら。大マジで美味しいって。やっぱ大マジ控えみなら美味しいと思うよ。でも蜂蜜でもいいんだよね。蜂蜜は言うよな。常識やったんか。トマト食べへんの普段。食べるよ、めっちゃ好きやて。嫌やん。いちごいちご。いちご。フルーツ的な感じ。フルーツフルーツ。すごい、納豆食べる時ぐらい抵抗感ある。結構苦手やもんな。あ、跳ねてた。で、練乳もさ、普段全然食べへんから。新しい発見で嬉しいやん。もうミコの完食してる。2皿目だよ、だってこれ。2皿目わかんなくない。食べた。お、うん、どう。ミルキーはママの味って感じ。練乳だけの味。練乳が勝利しちゃったんやな。いや、好きなと思ったやからいけると思ったけどな。うん、味なくなった。味覚の感性って人それぞれっていうことがよく分かった。一気に食べられへんものに変わってんけど。ほんまに足りなくない？練乳。あ、練乳が足りないのか。ほぼ練乳量。トマト食べ方合ってる？トマトである必要あんの？3杯目いくやん。なんで醤油とも混ざってるわ今。食べなよ。ねえ、それ醤油は美味しいの。美味しいけど今じゃないって感じやね。もう出番じゃないもん、その醤油。本来の出番ちゃうよ、だって。練乳食べらってる人が醤油ためらわへん。ミコロの1位だろ。食べれるけど。トマト普通のトマトがいいわ。凍らせる必要はなし。事件現場みたいな。やば。チーム Y。
ということで全8種食べてきましたが、それぞれのランキングをつけましたので、私たちのトップ3と最下位の味をちょっと発表していきましょう。ではいきますよ、はい、3位はせーのリンゴ。スイカ、スイカ、スイカ、リンゴ、リンゴ、スイカ、トマト。甘いもん来たからさ、おかずっぽいの来たやんか。食事系ね。そこもう分からんけど、甘いもんと食事系って分類する感じ全然分からへん。果物でトマトとして見てすっごい優秀やん。冷やしトマト換算しちゃうんやん。冷やしトマト換算しちゃうんやね。なるほどなるほど。私はスイカやねんけど、好きな果物やったらめっちゃ上位入ってたと思う。もっと、もともとそんな食べへんけど、スイカやっぱ食感とか良かった。ほー、なるほどね。私リンゴはやっぱ懐かしい味がして美味しかったよ。安定感があった、母の味がした。実家思い出したね、リンゴって。間違いない味がした。スイカやったな。ばらけるね。大変なんすよ、これは。そうですね。そう、この後ランクインする。ほんとよ。では第2位いきましょう。はい、せーの、スイカ。バナナ。パイン。スイカ。おお、パインか。最初2人がリンゴの方が泣いてた時に、私はやっぱパインやなって。パイン派だったか。タイミングがスイカ。スイカはね、美味しかったね。美味しかった。スイカも好きなんよね。スイカの飲み物とかも好きで、僕たちの美味しかったね。私もここは悩んだ。2位、1位は正直、悩んだところで、まあ、聞いたでちょっとバナナだったかなっていう、甘くて美味しかったね。ちょっとスイカとしてたな。でも今のところさ、あやさんの3位がスイカ。スイカ、スイカすごい出てるね。すごい出てる、確かに。へぇー、優秀説あるね。第1位はせーの、バナナ。おぉ、バナナ、バナナスイカ。私もだから1位と2位すごい迷って、優勝だね。文句なしだわ、これは。バナナとしてのなんか存在感もありつつ、私たちを楽しませてくれた。すごいよな、いろんな調理法で美味しいんやもんな。確かに焼きバナナも美味しいって言うしな。凍らせたもん、ガチガチで伸びてくる。絶妙な溶け具合も良かった。そうそう、良かった、良かった。これはビジネスになるかもしれない。バナナゴリビジネス、自前のバナナゴリビジネス。じゃあ逆いきますか。私たちの最下位はせーの、パイン。マスカット。え、パイン、モモ、マスカット。お、トマトじゃないんや。トマトではない。トマトな、まあ、そう、マスクはなかった。そうそうそう、トマトとしての良さはこれでいいのかっていう気持ちになったけど、マスクはなかった。そう、し、まあ、なんか活躍してくれて。まあまあ、パインがね、意外と響かんかった。わかるわ。私の2位やったけど、期待しすぎたんかもしれへんね。確かにね、それこそ冷やしパインとかもあるからな。期待値では慣れ親しんでるような冷えてるものに対しての、思ったよりっていう感じだもんね。そうなんや。思ったよりで言ったら、確かにもうもうもうがっかりだよね。本当に君にはがっかり。マスカットも同じような感じだよね。そうなんや。マスカットも選んでくださいって言われたら、もうそこの辺とかも一緒やな。一緒一緒、気持ち一緒。となると意外とトマト優秀やったんです。そうやな、リアクションも散々やったけど、そうなんだよ。結果総じて、まあ自分の好きなものは美味しいっていうこと。まあ確かに、冷凍しても、かき氷にしても好きなフルーツは好きっていう。再確認した。思ったもないや。いやでも、思ったよりなんか意外な結果。確かに、試してほしい、みんな。いや、そう、やってみてほしい、ね。フルーツなんていっぱい種類あるから、そう、いろんなフルーツでね、皆さんもぜひ試してみてください。ぜひお願いします。お願いします。またね、こんなもの凍らせてかき氷にしてみたらみたいなのもあったらコメントにお願いします。チャレンジします。はい、ということで、この動画が良かったよと思ってくれた方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。